人生屋がちょっと遅れています。渡辺弘明、清原翔太、沢田真嗣、前田夏樹、中村俊二長の24代スタートは切られました。スタート中口手が後ろを振り返りつつ1コーナーに入っていった。1コーナーから2コーナー、おっと大外に行っちゃったドライバーがいそうですが大丈夫か。一旦遅れてしまったドライバーが出てきている。さあ下りです、下りです。坂口瀬奈、2番手に大江俊樹、3番手に佐々木大輝だ。インサイドスタートがいいスタートを切っていきました。インサイドいいスタートを切っていった。そして4番手以降がちょっと今8コーナーで追いつきましたね。まだ長い列になっています。最終コーナーから立ち上がってきています。4番手には黒岩、5番手に山川、6番手に三村翔太郎が上がっている。7番手には菅波東吾。さあ1コーナーから2コーナーです。さあそして朝日ターボがスタートできなかったという情報が入ってきました。7番手スタート朝日ターボ、去年と同じくこの茂原は鬼門になってしまうのか。なんと DNS です。朝日ターボランキングは現在2番手。これはちょっとシリーズの行方に暗雲。レースの方は間もなく2周が終了しようかというところで、坂口瀬奈が後ろにじわっと差をつけ始めた。2番手から佐々木大輝が大きめグラフで上がっています。3番手大江俊樹の後ろから黒岩康弘、少し離れて山川純也、菅波東吾。さあ2コーナーで2人の場合最後になった3番手4番手の方前に出てきたのは黒岩康弘。昨日攻め続けた大江俊樹、タイヤがもうないと言っておりましたが、やはり苦しいか。ヘリポートでも返していくことはできません。さあ黒岩、前の2人になんとかしがみついていかないといけない、そんな状況です。プレッシャーはたんたんかけられているということですが、レースが始まるとマシンになるから大丈夫というコメントをしておりました。師匠三浦壮太郎の走りをバレたそうですが、頑張って黒岩は前の2台についていけるのか。4番手大江俊樹は踏ん張れるか。5番手6番手の山川純也と菅波東吾もトイレトイロードまで持ち込んできました。トップ通過佐々木監督、3番手以降が決まっています。そして菅波東吾の後ろに7番手にドロップしてしまいました宮田理友が追い上げに入っています。その後ろはかなり離れて三村壮太郎、ここは結構入れ替わりがありましたね。先ほどまでは高橋春之あたりがいたんですけれども、今のところ第1集団と第2集団の間にパカッと大きなギャップができてしまいました。最終コーナーから立ち上がってまいります。これで甲州シリーズの5周になっていきます。トップの坂口と2番手佐々木大輝のタイムギャップはコンマ6。逆タイム、あっと今2コーナーで止まってしまった。エクスプリントのマシンともう1台ちょっと確認はできていませんが2台止まってしまっています。さあこれはもうリタイアになるでしょう。振ってきてもこの最上位カテゴリーでは解除旗が適用されます。今1台再スタートしましたね。3台止まっていたんでしょうか。1台はこれは木村伊織です。木村伊織さんスタートしましたがスピードが乗りません。さあこれは木村伊織はこのレース続き続きが難しいかなという間合いになっています。そして完全に止まってしまいましたのは沢田真嗣でしょうかね。沢田真嗣です。相方がランキングトップ、追い上げの沢田真嗣がここで終了となってしまいました。さあ8コーナーあたりでは中盤から後半のドライバーもかなりのパッション劇を見せていまして、足を見ているだけでも手に汗握りますが、トップはと言いますとトップとセカンドのタイムギャップがかなり広がってきました。1コーナーから2コーナーでは依然として体が離れておりますのでパッションはできません。トップ坂口瀬奈と2番手佐々木大輝のタイムギャップは1秒8。佐々木大輝の後ろでは大江俊樹がそれについていっております。4番手には山川純也、5番手に宮田理友が上がって、6番手には高橋春之、そして黒岩は菅波と大きく変わっています。どんどんと入れ替わりがありまして、まだまだどうなるのか分かりません。2
週の決勝、これで7週目のシーズンということになっていて、でもまだ3分の1が終わっていないんです。この後どう各ドライバーのマシンが転んでいくんでしょうか。現在のところ坂口美奈はもう絶好調で、飛ばし方とか2番手以上が止まってきた。さあ佐々木大輝と追い越しがちょっと苦しくなってきたか。後ろから山川陣がリポート前へ、プレッシャー、そして大外から宮田理智がスピードを乗せている。宮田理智が例のゾーンに入ってきたか。かなりのスピードを上げてきています。現在5番手の宮田理智、2番手争いが4台、トップの坂口聖奈から大きく離れたところで2番手争いの4台が今ホームストレートをするか。1コーナーから2コーナーバトルできる状態になった山川陣が、宮田理智とサイドバイサイド、インサイド飛び込んできたのは山川ですが、3コーナーで宮田理智が前へ、宮田理智がこれで4番手入場。そしてリポートを一気に出していく、佐々木大輝を2台抜いていきました。佐々木大輝はこれで5番手にドロップ。さあこうなると次のターゲットは大湯都市という形になり、ゲーム2で同期だったドライバーたちが 1-2-3 となっています。最終コーナーから立ち上がってくる。さあ大湯都市は持つのか、ラップタイムはどうなんだ。佐々木大輝はもう様子を見ている、まだまだ行くぞという感じですか。2コーナーのラップなんかは全然山川陣内と佐々木大輝と違います。ブラックには成績です。6番手には高橋晴之が上がってきた。この人はスルスルっと気がつけば前に来ているタイプのドライバー。7番手には黒岩康弘、ルーキーどこまで踏ん張れるか。そして8番手には菅波東吾です。スパルコのモデルにもなっている菅波東吾、風と共にが合言葉、勝手に言ってるんですが、さすがの東吾どこまで追い上げていけるか、前の様子を伺っています。10周終了です。レースは中盤に差し掛かってきました。9番手からは第3集団になりますが、西村監督は清原涼太、三浦宗太郎が11番手、この辺りはそれぞれ監督、そこから大きく離れまして、トヨタヤマハの大田克之進が12番手、13番手争いはサイドバイサイドの、うわー、中森武晴と陣誠也と前田夏樹が三つの前へ、その後ろに中村と清原翔太がいます。大きく遅れて昨日お尻を振り抜いたという高橋智樹、さらには昨日トラックに見舞われたというですね、これは荒川でしょうか。荒川この一周で大きく落ちていますが、荒川も何かあったのかもしれません。トップとセカンドのタイムギャップは3秒66で、昨日の予選最後は流していくも全く後ろを追いついていなかったという坂口が6走、2番手争いがこの瞬間にまた入れ替わってきまして、宮田理智が次に2番手入場、そしてヘリポートのところで3番手4番手も変わりまして、3番手に山川陣也が上がってきました。大湯都市よく粘っていましたが、ここで4番手にドロップ。5番手佐々木大輝とともに確実にポイントを取りに行きたい。6番手には高橋晴之、昨日怪我をしてしまったという高橋ですが、もう大丈夫と今日の朝は包帯が取れていました。前にだんだん追いついてきてますね。そして黒岩康弘を踏ん張っています。砂波さんはちょっと苦しい構えからは離れ出しました。レースはいよいよ折り返しを迎えます。序盤が入り乱れており、かなりのバトルがありましたが、中盤この辺りから膠着状態に入ってくるか。坂口が13周終了。1コーナーから2コーナーへ2番手争い、そして SGN この集団の中からは宮田理智と山川陣也が少し後ろを離し始めた。さあそしてリポートのところでは佐々木大輝を高橋晴之がかわしていきました。マシンの走らせ方に対しては定評がある佐々木大輝、しかしながらこの決勝はちょっとセットが苦しいのか、後ろからズバンズバンと行かれている今最終コーナーでもインサイドこじ開けられてしまったか、いや戻ってきた、戻ってきます。
佐々木大輝と広岩康弘ベテランとリーキーの対決になっているのは今1コーナーから2コーナー第2集団6番手7番手争いです。上位陣がダントップダントップダントップブリヂストンブリヂストンブリヂストンダントップ、上位集団はこのようになっております。レースディスタンスによってもタイヤの特性というのは変わってきて、先行踏み切り後方から追い上げで、レースディスタンスが短ければそれで終了というところが、また1周レースが長ければさらに次の展開というのが待っていたりするので、こればっかりは走ってみないとわからない、そんな状況になっています。さあ1コーナーから2コーナーのところでは、先ほどからバトルをしていました6番手7番手争いが入れ替わりました。広岩康弘が2コーナーで飛び込みまして、佐々木大輝の前に出ます。セカンドスタート広岩康弘、まだレースルーキーの中で一度しか勝ったことがないと言っておりましたルーキー、全日本で表彰台ケーブルの方がすごいよねと言っておりましたが、今ちょっと嬉しいルーキーの宣言を受けているか。16周終了、残り周回数は10周、トップとセカンドのタイムアップはすでに3秒977、坂口家の続投、こうなると坂口陣営はもう祈ってるでしょうね、メカトラブルだけは起きませんようにと思っていると思います。今シーズン開幕戦の茂木では本当に何かに疲れてるんじゃないかというぐらいメカトラブルに見舞われました坂口家なんですが、この茂原は去年も連続表彰台になった、後半への大きな原動力となった、そんなサーキット、このまま後ろに引き返していけるか。さあラップタイム的には追い上げている宮田理智と山川純が41秒5、瀬名が41秒4、瀬名の方が依然として上回っています。そして4番手の大湯の式現在2人だけ差がありますが、こちらは41秒8、高橋が41秒9、黒岩が41秒6でもう一度前を追い上げている。さあ大湯と高橋がどこまでタイヤを持たせられるかというところです。いよいよ終盤の匂いが漂ってまいりました。帰ってきました18周終了、残り周回数は8周です。坂口家が今シーズン初勝利に向けてぶっちぎっております。ウィナーが割れている今シーズンのフェーズ、そんな中でも一勝は大きなものがあります。しかもゴールポジションのポイント予選のフィートポイント10ポイントも獲得しています。坂口が今日トップでチェックを受けますと満点35ポイントということになります。2番手には宮田理智、前回の水波の一度も表彰台に乗れなかったレースは全日本に上がってきて初めてのこと、本人もかなり落ち込んだということなんですが、しっかりと戻してまいりました。昨日の夜には今年の全日本の中で一番いいんじゃないですかというようなつぶやきをツイッターに上げておりました宮田理智です。3番手には今シーズンマテリアルを変えて非常に調子が上がってきた山川陣也、俺って速いんじゃんと、俺ってすごくないって前回のレースで帰ってきた早々ヘルメットを脱いだ第一声がそれだったそうですが、今回も表彰台に連続して乗っていくことができそう、となると山川陣也もランキング一気に上げてきそうです。4番手大湯俊樹、5番手には黒岩康弘が上がってまいりまして、6番手高橋晴之と、さあ黒岩の方がやはりラップタイム的には前の大湯や高橋よりもかなり上回っていましたから、これ黒岩終盤までにもうワンポジションは当てられるでしょう。まもなく大湯俊樹を捉えるかというところ、上位陣のバトルとしては4番手5番手争いが現在ヘリポート、ここが詰まってくるのか、大湯俊樹が逃げ切るのかというところです。ただ今回佐々木大輝がですね7番手ということを考えると、 DSJ の中ではトニーカートが復活をしてきたという印象が確実にあります。最終コーナーから立ち上がってくる、さあトニーの後ろにマットブロックで迫ってきた1コーナー、大湯俊樹の後ろ黒岩康弘、ルーキー意地を見せることができるでしょうか。フロントローからのスタートの黒岩、
4番手、5番手争いが1陣、ここはラインが非常に陣容、ショートカットのようなラインに入ってしまいますと次の左が曲がりきれません。マシンが離れるとそれだけ寄せてしまいます。最初に見しながら行くことができるのが8コーナー入った、クライアスリーが8コーナー入って、マッシング成功か、立ち上がりか、応用方が良かったが入れ替わるところまではいかない。最終コーナーからの立ち上がりどうか、クライアスリーがこれで4番手、5番手に追い、6番手に高橋、7番手にはカーナンバー27番の西船和馬が上がってまいりました。カーナンバー27番の西船和馬、今シーズン初のポイント獲得なるか。 FA カートレーシングティーム、 FA カートからは今シーズン東北出身の西船和馬と、そして久しぶりの全日本の中村潤、この2大体制となっていますが、また西船和馬、前の高橋春行きを捉えられればトップ6入りということになります。残り周回数3周、トップ3はもういいでしょう。4番手5番手も今1コーナーもう入れ替わらないか、その後ろです。6番手7番手争い優勝権で、ああ、そしてその後ろではタクシードの2台がやり合っていまして、1コーナーのところタクシードの2台は清原涼子と津田涼子が今3コーナーから S 字のところ、カーナンバー8番が清原、18番が菅波です。その後ろから25番前田達希も迫ってきて三つ思いになってきた。ここはちょっと動きません。さあ、そして西村拓馬は高橋春之をかわしましてポジションアップ。さあ、 FA カートレーシングチーム今シーズン初の優勝となりそうだ。残り周回数は2周です。高月菅が後ろに6秒6の差をつけてトップ悠々、2番手3番手ももう問題ないでしょう。クロイは4番手も逃げられて、おお、しかし大湯都市はまだ諦めていない。大湯都市遠赤にガンガン伸びながら最後の追い上げを試みています。5番手が大湯都市、そして6番手が西村拓馬。今シーズン FA カートレーシングチームはまだポイントがありません。FA カートボルテックスブリヂストンというパッケージ、さあ、この FA カートワークス今シーズン初ポイントへ、これがファイナルラップです。後ろは7番手高橋、8番手佐々木、大きい奪ったのと1コーナーギリギリのところだ。清原涼太と前田達希、津田君をかわした前田達希が今グーッと接近して3コーナー、清原と前田、前田がインサイド飛び込んでいく、その後ろにはジンと菅波もいる。ここは目が離せないが、最終コーナーからさあ、それからトップが立ち上がってきた。カーナンバー3番坂口瀬が今シーズン初優勝、2番手宮田里友、宮田里友もですね今シーズン最上位。さあ、そして2番のところはどうなっているでしょうか。最終コーナーから立ち上がってまいりました。佐々木大輝、前田達希、人生や清原、菅波、三村というオーダーで、三村が13番手フィニッシュです。さあ、その後ろからは14番手以降のドライバーが立ち上がってまいります。